どうもこんにちは、バイクライドイン東京のともです。本日も動画をご視聴いただきありがとうございます。本日は世田谷道路を走りながら雑談形式でやっていこうと思います。で、今日話すお話なんですけど、この間タイヤがバーストしてパンクをしてしまったので、その時のことについてのお話と、おすすめのタイヤなんかを、紹介していこうと思います。このチャンネルではこんな感じでピストバイクのカスタムに関するお話や、車載動画などを、アップしておりますので、よかったらチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。この間撮影しようと思って家を出てね、出発したんですけど、すぐね、なんかパンっていうね、なんか、破裂音みたいなのがしたんですよね。なんかね、踏んだかなと思ったんですよ。というのもね、タイヤもなんか空気抜けてないっぽいし、なんかまあ大丈夫だろうと思って、ただなんか踏んだだけだろうと思ってね、そのままね出発したんですけど、撮影してみたかったねちょっと通りがあるんですけど、その通りに行く前にちょっと、お昼だったんで、なんかお腹空いたんでね、松屋のね牛丼食べようと思ってね入ったんですよ。で、食べ終わって出た時に、でもなんかあのパンっていう破裂音なんか怪しいなってやっぱ思って、後輪をね触ってみたんですよ。後輪のタイヤを触ってみたんですけど、そしたらねちょっと空気が抜けてたんですよね。わ、やっぱりパンクしてるじゃんと思って、タイヤをねよく見てたら、思いっきり亀裂が入ってたんですよね。うわーと思って、わ、亀裂入ってもうそのね下のチューブまで見えちゃってて、わー、これじゃんと思って、はい、だからね思いっきりタイヤが裂けてねバーストして、そのままチューブも穴開いちゃってたっぽくて、多分その音だったと思うんですよね、その破裂音は。で、わーと思って、結構家から遠いとこまで来ちゃったなと思ったんですけど、ね、かろうじてね、タイヤにね、まだ空気がね、ちょっと残ってて、これだったらギリ走れるかなっていう感じだったんで、そのままね、タイヤの空気が全部抜ける前に、走ってね、家までね、結局戻ったんですけど、なのでね、急にねタイヤがねバーストするとね、ちょっとねタイヤ自体も交換しなきゃいけなくなっちゃうんでね、普通のパンクだけだったらねチューブ交換すればまあ大丈夫だと思うんですけど、タイヤが裂けちゃったらねもう終わりなんでね、タイヤバーストはね結構致命傷になりますね。逆にね、まあ撮影ね、自分の時間作って撮影しに行こうと思った時でよかったっすね。これがね、普通に配送の仕事やってる時だったらもう終わりなんでね、あ、終わったーって言って、ああ、今日はもう仕事できないやーっていう感じになっちゃうんで、まあそこはまだ良かったのかなと思うんですけど、あくまでね、主観のお話で、まあ体験談としてのお話なんで、別にそのタイヤ自体が悪いってわけじゃないと思うんですけど、今ね使ってるタイヤがねパナレーサーのファセラブラックっていうタイヤをね使用してまして、でそのタイヤがね結構ね後輪の方がねちょっとねすり減ってたっぽくて、それでね一気になんか、バーストしてしまったっぽいんですよね。この間バーストしてしまったファセラブラックは、タイパンク用のベルトみたいなのがね入ってないタイヤっぽいんですよね。というのもね、いきなりなんかの一番下の層っていうか、タイヤってこうなんか何層かになってて、2層とか3層みたいな感じになってて、なんか最初のゴムの部分が削れるとなんか下地みたいな部分が見えてくるんですけど、タイパンク用のタイヤっていうのはね、なんかその間にもう一枚あって、なんかゴムの部分、タイパンク用のなんかベルトの部分で下の繊維の部分みたいな感じで、なんかねこう何層かに分かれてるんで、まあパンクしにくかったり、バーストしにくかったりするんですね。でこのパセラブラックはね多分ね2層だと思うんですよね。これ違ってたらマジで申し訳ないんですけど、
ゴムの部分の下がね、もうなんか繊維の部分っぽいんですよ。なんで多分ね、タイパンク用のね、そういうベルトみたいなの入ってないと思うんですけど、なんでね、ちょっとね、すり減り具合がね、ちょっと分かりづらいんですよね。まあ、というのも、なんかタイパンク用のね、ベルトが入ってるタイヤだと、すり減ってくるとね、そのね、層が見えてきて、その層ね、結構色ついてたりするんですよ。うん。前なんか動画で紹介しました、チャオヤンのアタックパードっていうタイヤは、普通のゴムの部分が削れてくると、なんか青い部分が見えてきて、で、その下がなんか繊維の部分になってて、結構ね、削れてくるのがね、わかりやすいんですよね。うん。なんで、青い部分が見えてきて、まあ全体的に青い部分が一周してきたら、ああ、もう交換かな、みたいな感じで交換したりとか、うん、してたんですけど、パナレーサーのね、こちらのタイヤはね、結構、すり減り具合がわかりづらいんで、ピストバイクでスキットとかしたりする方には、うん、なんか不向きなのかなって、個人的には思いました。まあ、あくまでこれ主観のお話なんで、うん、皆さんいろいろ好みはあると思うんですけど、うん、なんでね、うん、今ね、だから結局チャオヤンのアタックパードに今付け替えたんですけど、今使ってるチャオヤンのタイヤは、まあ、それはそれで前雨の日に結構ガンガン仕事で使ってた時にガラス踏んでたっぽくて、そのせいでタイヤがね、穴が貫通しちゃって、そこからチューブがニョキって出ちゃって、そのせいで、パンクしてたみたいなこともあるんで、すごいめちゃくちゃ丈夫かって言ったら、まあ、そんなことはないと思うんですけど、ただね、こう、まあ、3層になってるんで、うん、少しはやっぱり頑丈なのかなって思いましたね。うん、やっぱね、うん、タイパンクベルトが入ってるタイヤの方がね、やっぱ削れてくるのが分かりやすいんでね、僕はそっちの方がやっぱ好みですね。あとは前に使ってたビクトリアのランドナーとかも、赤いね、タイパンク、ベルト、うん、がついてるので、まあ、それも結構削れたら分かりやすいし、そのタイヤでね、パンクしたことはね、なかったんで、やっぱり結構丈夫なんだと思います。まあね、ものによってこう品質にばらつきがあるのかもしれないですけどね、一概には何とも言えないんですけど、あとね、前からね話してるんですけど、やっぱりピストの、タイヤって言ったら、コンチネンタルのゲータースキンが、結構有名だと思うんですけど、あれね一回使ってみたいですね。値段がちょっと高いんで、こう毎日ガンガン仕事で使ってるタイヤにつけるのはちょっともったいないかなとか思って、うん、ケチってね、ちょっと変えてないんですけど、今ね、マキノの NGS のピストのフレームをゲットしたんで、それのタイヤにゲータースキンちょっと使ってみようかなっていうのも、うん、今考えたりはしてるんですけどね、どんなもんか、どんなに頑丈か、どんぐらい乗り心地いいのかっていうの気になるんでね、ちょっと使ってみたい気はするんですよね。僕個人の意見なんですけど、ピストのタイヤはやっぱりタイパンク仕様のタイヤの方が、いいのかなって思いました。まあピストに限った話じゃないとは思うんですけどね、皆さんの、まあ、タイヤ選びの参考にちょっとでもしていただけたらと、思います。あとはおすすめのタイヤなんかあったらコメント欄で教えていただけたら嬉しいです。今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルではピストバイクのカスタムに関するお話や、車載動画などを、アップしております。よかったらグッドボタン、高評価ぜひよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。